次に雇用保険法の給付との調整を見ます。まず場面として、失業中と在職中で対別されます。在職中については事業主から報酬が払われます。その金額は一般的に定年退職再雇用時に低下します。この場合75%未満に低下すると雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。そのものが特別支給の老齢厚生年金の受給権者である場合、2つの調整が入ります。 すなわち報酬を受けていることによる在職老齢年金の仕組みと雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けていることによる調整ですこの調整は一部停止になっています事例をご覧ください例えば60歳到達時点のみなし賃金日額が月額34万円そして定年退職後再雇用されてからの賃金が20万円まで低下した場合としますこのの今現在の賃金20万円が 雇用保険でいう支給対象付き賃金となります定年時点の賃金に比べて支給対象付き賃金が61%未満となっていますこの場合の高年齢雇用継続給付の支給額は支給対象付き賃金の15%、20万円の15%で3万円となりますさてこの話がピンとこないという場合はこの通期を聞く前に雇用保険の高年齢雇用継続給付のレクチャーを聞きましょうその上でこの続きをご覧ください 一方で厚生年金から支給されている老齢厚生年金の金額を月額10万円としますそして標準報酬月額は今現在の賃金ということですから支給対象付き賃金と同じく20万円と考えます定年時点賃金と比べてやはり61%未満ですこの場合の老齢厚生年金の額の停止額は標準報酬月額20万円に一定率を常時で計算しますこの一定率の考え方は 仮に雇用保険から15円支給されてるとしたら年金を6円止めるという関係です。15円の支給に対して6円止める15%の支給に対して6%止めるすなわち標準報酬月額の6%が高年齢雇用継続給付との調整による停止額です。結果標準報酬月額の6%にあたる1万2,000円が停止額になり 年金月額10万円のうち1万2千円が停止され、8万8千円が支給月額となります。以上の事例と条文表現を当てめます。まず調整の要件は、非保険者であり、かつ高年齢雇用継続基本給付金を受給できる場面です。そしてこの場合、年金額の停止が行われます。まず在職しているということで、在職老齢年金の仕組みによる支給停止基準額を計算します。先ほどの事例のケースでは0円です。 合わせて高年齢雇用継続基本給付金との調整による在職支給停止調整額1万2000円が計算されます。この合計額である調整後の支給停止基準額1万2000円が年金の停止額となります。 このうち、在職支給停止調整額は、標準報酬月額が、みなし賃金月額の61%未満である場合は、標準報酬月額の100分の6相当額です。すなわち、先ほどの事例に当てはめると、標準報酬月額20万円が、みなし賃金月額34万円の61%未満であるので、標準報酬月額20万円の6%、1万2000円が停止額になります。 なお、この調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の本体の金額以上である場合は、老齢厚生年金は全額停止です。このように、高年齢雇用継続基本給付金の額の一部の額を年金の方で停止するという設計になっています。したがって、そもそも、高年齢雇用継続基本給付金が支給されていないような場面では停止は行われません。すなわち、支給対象付き賃金が、みなし賃金月額の75%以上であるときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。 したがって標準報酬月額が75%以上であるときは停止は行いません。また支給対象月賃金が支給限度額約36万円以上であるときは高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。そのため標準報酬月額が支給限度額以上であるときは停止は行われません。なお高年齢再就職給付金にも同様の調整規定がありみなし賃金日額を賃金日額に読み替えればあとは同じです。 以上第10章、特別支給の老齢厚生年金の調整についてでした。